やっぱ FC 東京とか、そのアビスパの時と監督って、うん、やっぱ、なんつうの、プレッシャーのかかり方は、まあ多分ちょっと経験したっていうのもあると思うんですけど、うん。まあそのスタジアムの規模とかじゃなくて、やっぱりそういう、なんていうかな、なんていう、人も多いわけじゃないですか、スタッフも。うん、やっぱそういうなんかプレッシャーって大きくなるもんですか？まあ大きくはなるけど、でも、あのね、あんまり変わらない。福岡もそうだし、東京もまあ、清水もまあ去年途中からやらせてもらったけど、あの、プレッシャーはね、同じ。やっぱり、勝つためにね、あの、一生懸命みんなでまとまってやるだけなんで、うんうん、ただチームの規模が大きいとか、J1 とか J2 とかっていうよりは、勝つためにそのプレッシャーっていうのはやっぱ変わらないんで、うんうん、そこはあんまり差はないかな。うん、今までその監督でこの試合が一番なんかこう楽しかったっていうのは何かあります？そうね、まあ一番印象に残ってるのはジョーゴ・ジェフ戦かな。うん、ユウスケ取って、うんうん、稲妻ジョーゴ、そうそう雷で覚えてる？福岡で言ったらあの試合はすごい印象深いね。あの試合の後、誰かにケツ蹴られたでしょ。あ、俺あれだよ、みんなでグラウンドで喜んでたらジャンボ。ジャンボだから。びっちょびちょやったもんね、篠さんも。あの時。どさくさに紛れて。あれあれは、あれは面白かったっすよ。映像に残ってるもんだった、あれ。篠さんがめっちゃ乗っかられてんの。ここだとばかりに、うん、そう。まあでもあれでな、ちょっとこうジェフが3位だったのが入れ替わってそこから行ったから、うん、まあ すごいポイントだった試合だじゃねえかなと思うけどね。うん、でまあスタジアム雰囲気も良かったから、うん、いや ちょうどあのミキシャにこのやる10分前ぐらいに、うん、どうしようかみたいな話から言ってたら、この稲妻ジョーゴ、うん、稲妻ジョーゴってジョーゴ言われてんの？たまに聞きますよね。なんか結構そのサポーターの中では印象に残ってる試合の一つらしいよね。はい、うん、まあそれこそユースケが点取って、うん、なんかジョーゴが俺があったからですね。俺があったからですね。あれはミラクル、ミラクル。早いよ、ユースケ。相変わらずお前早口言葉だ。早い。ユースケが取って、ゴリがな、結構スーパーセーブ2本ぐらい止めて、その後にジョーゴ、1対1外しまくったのを最後決めたな。そうっす。前半に外したんすよ。あ、そうだ、前半結構ポスト当てたりしてたもんな。それで。ゴリは、あ、顔面でちょっとブロックしたりね、結構、はい、じゃそれはやっぱ覚えてんだよな、やっぱな。うん、ジョーゴもそう？印象強い試合。そうですね。うん、試合もそうだし、うん、自分のゴールもそうだし、うん、まあベスト試合に入るぐらい印象残ってるやっぱり、まあ、篠さんと一緒でジェフ戦ですね。まあ、相手のゴールもすごいゴールだったし、うん、ユースケさんのゴールも振り返ってみれば、うん、2、3人の間を割っていくような、ここに入るみたいなようなゴールだったんですよ。確かに、普段なら絶対入んないもんね、うん、ユースケの、はい、で自分のゴールも、まあ、マッチさんのパスも良かったっていうのもありますけど、左足でよくあそこに決められたなっていうのもあったし、まあ、その自分がシュートを打つ前に雷ピカッと光ったんですよ。らしいね。はい、まあ、正直な話、自分雷嫌いなんで雷に、いや別に正直言うとか考えない、うん、力が抜けて多分ゴール入ったと思うんですよ。分かったの？雷わって。いや、その前から雷鳴っててちょっと中断みたいになるかならないかみたいな感じになってて、うん、その時どうなん？もういい、中断しろよ、雷鳴ってるしって感じだった。もう早く終われよと思ってました。そういうことね。それがもう何？ベストゲーム？
ベストゲーム、ゲームは、はい、ベストゲームだと思います。で、あ、そう。はい。ベストゴールは？ベストゴールも、まあ、何個かありますけど、うん、もうベスト3ぐらいには入る。うん、ゴールだと思います。ポーターは、もうね、ベスト3には絶対入ってる。うん、俺あれよ、ジョーゴ。俺のアシストでベストアシストはジョーゴへのパスやからね。構成ですか？うん、そう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 。ああ、キュッてなんかこう下がってもう背中取ったやつね。ああ、俺はあのー、サッカーやってる中でアシストは一番あれやもん。本当ですか？ありがとうございます。決めれたことです。いや、ありがとうございます。じゃあもう、じゃあもう、ユースケはいいか。ユースケはいいか。そうですね。ユースケ、ユースケはどこのゲーム？ゲームとゴールは？あー、ゲームはでもやっぱその千葉戦じゃないですか、やっぱそのホームの。まあやっぱ印象残ってますね。すごいね。ゴールは？ゴール。ゴールはあのやっぱ宮原選手のパスからのあのセレッソ戦のゴールじゃないですか。そういうとこもやっぱいいやつやな。使える。やっぱ知ってるね。はい。そう、もう今日あの今日それ聞けてもいいわ。満足したわ。Chip. Niggas acting like it's sweet. Life ain't sweet.A lot of niggas out there starving. Remember that.